はい、今日も森友事件のことについてね、ちょっと記事を読んでいこうかと思います。まあね、今もいろんな感染症のことで、まあ補助金がどうだとかね、給付金がどうだとか、10万円はどうなるとか、いろんな問題ありますけども、PCR 検査のこともそうですよね。まあいろんな意味でね、与党、まあ政府や官邸の言うことがね、もう全然信頼できないというところに来てるんではないかと思うんですよ。雇用調整助成金も、ドーンとね、10分の10出しますよとか言っても結局は雇用助成金のですね申し込みからしてもね難解で、これ本当にね助成する気があるのかっていうような手続きだし、あとはね時給が決まってる人も本当にね 1% も満たないぐらいの方なんですよ。でしかもこれ雇用調整助成金っていうのは後支払いなんで、後支払いなんで、まずは事業者さんが未然を切らないといけないですよね。そのお金がないんでもう高額なローンに走らないといけないとかね、結局は事業者がどん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 潰れていくってことも考えられるんですけども、ここでね何が言いたいかっていうと、今まで安倍政権が積み上げてきたものが今日の信頼関係を作ってるんですよね。だからね、何を言ってもね本当かなとかね、これなんか悪意があるんじゃないかなとかになってくるし、今本当にね大切なのはこの感染症にどう立ち向かうか、もう国民がね一丸となってやらないといけないって時に、まあ、こそこそってね、黒川検事総長のこととか、まあ、無理くりな法案とかを結局は、こっそりやってるわけですよ。収支法の禁止とかなんかあるじゃないですか。わけのわかんないのがね。ああいうふうな、火事場泥棒みたいなことで、どん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 ね、私たちが慌てふためいて、それこそね、てんどこまいしてるときに、こっそり決めるわけですよ。なんかね、そういうのも、悪意があるんじゃないかなって見えてしまうのは、今まで、いろんなことをね、ごまかしてきて、廃棄してきたり、隠蔽してきたりとかね、時には、人を、死に追いやったりとかして続けてきた安倍政権のね、本当慣れの果てなんじゃないかなと思いますよね。で、今日なんですけども、これタイトル見てください。4月28日の記事、ちょっと遅れたんですけども、大阪日日新聞の相沢さんがこう打ち出してくれてるんですよ。でもね、やっぱり今の流行りは例の感染症なんで、こういう記事をしっかり出してくれても、なかなか人の声に届かないと、目に触れないということで、私はしつこく見ていきますからね。一週間前の記事だろうかなんだろうかね、何回でも蒸し返しますからね。これタイトル。赤木さんを勇気づける世論調査、自民支持者も再調査せずを許さないとありますよね。これもっともっと報道してほしいですね。だから自民党の皆さんもね、若手で自民党の中で這い上がっていきたいと思ってるんでしょうけども、這い上がるにはある意味ね、自分を殺して周りの人を追い詰めないといけないと思うんですよ。そういう姿見てるじゃないですか。で、政治家になるってことはある意味ね、世直しをしたいとかね、日本を変えたいとかね、まあ河合案里さんじゃないですけども、世の中を変えたいっていう意味でやってると思うんですよ。このままでいいと思ったら別にねやらないと思うんですよ。まあ単なる就職先として選んだのかもしれませんけども、そうではなくて熱い思いがあるから、何がしかの正義をね貫きたいからやってると思うんですよ。若手の方ね、その若手の方がもう100人ぐらい集まって自民党を抜けてね、新しい自民党勢力作って、そこで政権取って、で、今まで隠蔽されてたものをね、全部洗いざらい表に出して、で、訴求して、まあ、ね、それに相応した、まあ、訴求罪っていうのはないかもしれませんけども、再調査して、もう逮捕立件みたいなことをね、進めてもらいたいなと思うんですけどもね。まあ、なんかまた私のね、勝手な思いだけになりましたけども、こんなこと言っていいんでしょうか。まあ、ちょっと記事の方を読んでいきましょう。近畿財務局、なんでこれ、財務省、もう本当に、すいません、興奮してますね。財務省近畿財務局の、上席国有財産管理官、もうね、読みにくいんですいません。赤木俊夫さん、なんですけども、自身に追い込んだ森友事件をめぐる公文書の改ざん、この問題の再調査に関する世論調査の結果が、俊夫さんの妻、雅子さん加盟を大いに勇気づけているということですね。ここがすごく大事なところです。安倍首相の支持者も許していない。これね、もう一回読みますよ。安倍首相の支持者も許していない。いやいや、安倍首相を支持したからこそ、せっかく支持したのにこんな赤っ端書かされてね、許せないっていう思いが強いんじゃないかなと思いますよね。安倍総理をね、信じて、安倍総理を応援してきた人、支持した人が、もう完全にね、これね、裏切られたというか、恥をかかされた状態ですよ。で、調査を行ったのは朝日新聞。なんか言ってみれば、まあ、尊敬する総理いますかって言って、安倍総理っていうふうに答えにくいようなね、そんな風潮をこの7年作ってきたのは、安倍総理ご自身ではないかなと思うんですよ。で、朝日の記者が書いた記事によると、4月18日、19日の両日、RDD 方式という電話調査で、全国の有権者を対象に調査し、2200人余りから有効回答を得た。
まあサンプル調査っていうのは大体2000人を元とするみたいなんで、十分この数字には説得性があるんじゃないかなと思いますよね。赤木さんが求めている公文書の改ざんについての再調査について以下の結果になったと。再調査すべきだ 72%、 当たり前ですよね。これ自民支持層 59%、 これも当たり前ですよね。その必要はない。誰がそんなこと言ってるんですか。もう再調査ね、別にあなたにしろって言ってるわけじゃないんですよ。確たる人にやってほしいと。なんだったら私がやりましょうか。もう私もやりたいぐらいですよ。もう、まあ、立花隆さんがやればいいんですかね。立花さんがやったら面白いですね。立花隆さんと籠池さんとね、それから誰ですかね。あー、もう誰でもいいですもん。再調査を求める声が全体で7割を超えただけではなく、自民党の支持層でも6割近い方が再調査すべきだというふうに出てますよね。で、これを再調査、本当にね、やましいところがないんだったら、スパッと再調査してもらいたいと思います。隠したいことがあるんだったらね、再調査に抵抗するような、こういうふうな人がいるんだと思いますけども。で、編集部がつけたタイトルではこうだ。安倍首相の支持者も許していない、手記のこと、世論調査が示す熱量、自民支持層の約6割再調査を。この記事が今朝ヤフーニュースにアップされたところ、読者数が急増。そうですよね。絶対忘れちゃいけないですよね。どちらかというと、あのね、ほっといても今感染症のことは話題に上ります。ですから本当に大切なことね、なんで感染症がここまでねゴタゴタしてるのかっていうと、官邸の情報が当てにならないんですよ。嘘ばっかりに聞こえちゃうんですよね。本当のことやってても、せっかく今本当のことやってても、大事な時に本当のことやってても、今までの例があるからなんか隠してるんじゃないかなとかね、またなんか利権なんじゃないか、マスクってのはお前誰かが儲けるためにねじ込んだんじゃないかみたいになるわけですよ。で、今までね、正直にやってたら、マスクにたとえ虫が混入してても髪の毛が入っててもね、まあそういうこともあるよねって、大丈夫ですよ、マスク届けてくれてありがとうみたいになったはずなんですよ。で、10万円にしても30万円にしても、もう文句しか出ないのは、今まで、まあ官邸がね、招いたことだと思うんですよね。ですからこれからね、本当何をやっても、ここは信用できないなってことになると、結局、これから総選挙になっても、まあ、取れちゃうんですかね、それでもね。なんとかね、私の勝手な思いですけども、山本太郎さんとかが頭に立ってね、で、他の野党は全部そこに追随して、で、もう N 国党のね、破天荒な活動でですね、もう自民党をなんとか、こう、ねじ伏せていただいてですね、で、自民党の中で本当にね、本来あるべき骨太の政策、それからもう駆け引きのないね、強い日本を作ってくださる方、ずるのないような国、国家づくりをしてくださる方、それから MMT をちゃんとね、理解している方が、もしいらっしゃったら、もう、自民党でもいいわけですよ。結局ね、今の政権では、国民は豊かにならないし、強い国にはならないんですよね。日本の資産を特定の人に集めて、それで終わり、はい、ちゃんちゃんになるわけですよ。で、もっと言ったらね、もしかしたら外国から持ちかけられて、某国から持ちかけられて、なんかね、談合して、日本国民をちょっとね、搾取してやろうみたいな、そんな、今ね、政権なんではないかなと思ってしまうぐらい危なっかしいですよね。これも都市伝説ですけども。で、なんだこれ。1位だそうです。情報送ってくださいました。なんか1位だそうですよ。で、世の中はこういうので大変なことになってるけども、裁判は5月27日に始まる予定だが、それも伸びるかもしれないと。世の中の人々に忘れ去られてしまうのではないか。そんな不安に駆られることがあっても不思議はない。でも大丈夫です。私はしつこく、私はね、力ないですけども、こうやってね、記事が出れば、こうやって読み上げて、私のね、感情をバシバシぶつけてからね、もう、とにかく、検索にかかるようにやっていきます。相沢さん、よろしくお願いします。いつかね、相沢さんとお会いしたいなと思う私ございます。別にね、憧れてるとかなんとかではないんですけども、なんて言いますかね、この事件を追い続けてきた方の顔が見たいと、私は思ってるんですよ。本日は以上です。今日も支離滅裂ですいませんでした。